これより2024年 F1 世界選手権第3戦オーストラリア GP 予選の模様をお届けいたします。先ほど行われた FP3 では、トップは、ルクレール、フェラーリ、2番手フェルスタッペン、レッドブル、3番手サインツ、フェラーリでした。ホンダ PU 勢、ペレス、レッドブル、7番手、角田裕樹・ RB、F1、11番手、リカルド、RB、F1、18番手でした。 アルバート・パーク・サーキットは、現在、気温18度、路面温度34度、湿度54%のドライコンディションです。今回、サージェント・ウィリアムズは欠場となり、ウィリアムズは1台の出走となり、全19台です。まもなく予選 Q1 がスタートします。Q1 が始まりました。18分間で争われ、ドライバー順位以下4人、16番手から19番手が、 予選落ちになります。Q1 が終了しました。予選 Q1 敗退となったのは、16、ヒルケンベルグ、ハース。17、ガスリー、アルピーヌ。18、リカルド、RB、F1。19、ジョンアンユー、キックザウバー F1。リカルド、RB、F1 敗退です。トラックリミットでタイム取り消しでした。Q1、1番手。サインツ、フェラーリ、 1> 1分16秒でした。Q2 が始まりました。15分間で争われ、下位5人のドライバー、11番手から15番手は予選落ちになります。Q2 が終了しました。予選 Q2 敗退となったのは、11、ハミルトン、メルセデス、12、アルボン、ウィリアムズ、13、ボッタス、キックザウバー F1、14、マグヌッセン、ハース、 15オコンアルピーヌ角田祐希選手9番手9通突破主君ですね9通1番手はサインツフェラーリ1分16秒189でした93進出はフェラーリ2台レッドブル2台マクラーレン2台アストンマーチン2台 RB1 台メルセデス1台です93スタートです93の走行時間は 12分間で争われ、1番手から10番手が決定します。セッションが終了となりました。総合の結果は次の通り。トップは、フェルスタッペン、レッドブル、2番手はサインツ、フェラーリ、3番手はペレス、レッドブルでした。フェルスタッペンは、最後に速さを見せました。ペレスも、いいところにつけました。角田選手、8番手大健闘でしょう。ホンダ PU 勢は、 フェルスタッペン1番手、テレス3番手、角田裕樹8番手、リカルド18番手。それ以外は下記の通り。